キラキラをぶん投げてやるぞ。みたいな感じでみんなぴょんぴょんして、何今日の結婚式ではなちゃんの編み込みの髪型画像見せてやってもらった。おいいじゃん、素敵素敵ね。ぶん投げてる、キラキラしてる。あ、ぶん投げ終わったって、最初がみんなやっぱ最初にぶん投げるのかな、ぶんぶんって。こんにちは、こんにちは、どうも。今日はお話し会です。お話し会だよ。あ、99個しかぶん投げられないんだこれはね。17枚目で初めてお話し会撮ってよ、ありがとうございます。今日はお話し会、今日はオンラインのお話し会で、明日はなんと対面のお話し会があります。久々対面お話し会、今日券あると思ったら来週だった。こんにちは、今から2部が始まるところです。めっちゃリップ買った、昨日リップを3色買ったので紹介します。ラカのリップです。111番、メロウ。118番、アドア。116番、キャンディッド。ピンクと、ピンク、ピンクよりコーラルピンク、青みより赤を買いました。もう今使ってるのがもうなくなる。これはコーラル、これ101番、ジョイフル。こっちは赤の104番のチェリー使ってます。今これベースにこっち塗って、こっちが内側に塗るみたいな。これはね、肌なじみがいいです。こっちはなんかピンクっぽい感じ、薄く塗ったらなじみやすい気がする。リップ使い切れるのすごい、めっちゃ塗るからね。結構リップはね使い切るよ。同じ色気に入ったのは使い切るかな。逆にね、合わない、あこれなんか違うかもってなると使わなくなるけど、ヌラカのリップめっちゃいいですよ。乾燥しないし、 色持ちめっちゃするし、おすすめです。ライブもこれ使ってるよ、これ。ラカ使い切りそう。いつも使ってるのは101 104、光ってて見えない。101 104、新しく買ったのは111 116 118 111 116 118 101 104。分かった、パッと見何が何だか分からない。わあいっぱい、今50分、あとね10分で始まる。116おそろい。何おすすめのリップこれ。私的にこのこれ、この色が好き。101番、101番めっちゃ可愛くておすすめです。マットリップ最近は使わなくなったかな。前はめっちゃマットリップ使ってたんだけど、今は使ってないかも。ペンシル、リップペンシルとかはあのマットのメイクアップフォーエバーの使ってます。で全体は最近はラカかシピシピしか使ってないかも。シピシピはなんか普段使いよ、ちょっとブラウンっぽい感じの、おしゃれなオレンジブラウンっぽいカラーが多いので
普段使いはそっちかな。衣装とか着ないときは、衣装とか着るときはこういう可愛い色が映えるので可愛い色使ってますと。あ、今日は今日のカラコン、これは今日は指原さんのピンクっぽいのロージーブラウンみたいなの、なんかそんな感じの名前の新色のピンクっぽい方にしてみた。どう？オフラ使ってる？かわいい。服かわいい。これはアンミールの服。アンミールで買ったブラウス。かわいいよね。めちゃめちゃ着やすい。こんにちは。今の長さめっちゃいい？ね、伸びたからなんかいい感じ。お姉さん感ある。この長さだと。今起きた。おはよう。今から2部と明日の対面も行く。楽しみ。明日対面楽しみ。ドキドキしちゃう。久しぶりだから緊張しちゃうわ。こんにちは。え、お昼前だから、みんなゴールデンウィークいかがお過ごし？ゴールデンウィーク突入してますが、どうですか？明日のタイミング行きます。やった。交互シーン？お家で勉強大変。寝てる？髪色似合ってて可愛い。ずっとバイトしてます。あら、2年ぶりに実家帰ってきた。あら、風邪ひいたの？気をつけて。ひたすら課題に追われてます。大変や。お話し会で、お話し会してる？家でコロコロ。今日初めての休みやったじゃん。このジャパズルずっとやってる。お仕事よ。なになに、のんびり。いおりおたと遊んでる。おた友達と遊んでる。終わらないでほしい休みね。え、髪の毛切ってお部屋の掃除です。えら、寝てた。通知起きた。おはよう。ダラダラして明日タイムメイン。久しぶりにおばあちゃん家の家に来た。いいね。しかもゴールデンウィークね、帰ったりするよね。腰痛、インフル&腰痛猫なら気をつけて。はんちゃんの笑顔が輝いてる。初講師の友達と、友達とノロノロ MV 聖地巡礼する。お、どこ行くんだろう。喫茶店証拠の。あ、パンダ見に行ってきた。パンダ、パンダいいな。ねえ、アザラシの赤ちゃんの話したっけ。私ショールームでした。アザラシの赤ちゃんが可愛いっていう話。ねえ、アザラシの赤ちゃん今めっちゃ生まれてるんですよ。知ってますか、アザラシの赤ちゃん。アザラシの赤ちゃんめちゃめちゃ可愛くて、めっちゃ可愛くて大変ですね。あれは、あれはもうすんごいよ、可愛すぎて。しかも聞いてよ、東武動物公園の、東武動物公園にもアザラシの赤ちゃんが生まれたんですよ。生まれたんだって、見に行きたいなみたいなって言って、言ってないんだけどそしたらそのアザラシの赤ちゃんの名前が花丸だったんですよ。花丸に決まったんですよ。え、そんなの見に行くしかないじゃん。花丸ちゃんなんだって。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。イエベなんだけど、ガーネットの発色どんな感じ。めっちゃチャメチャメになる。イエローっぽい茶色だった。私もともとの目めっちゃ黒いんだけど、これはローズ、ローズ系の色。昨日、あれ一昨日使ったんだっけ。昨日ルチールドロップ使ってみた。ルチールドロップも黄色っぽい感じだったかな、私の目の発色。おろ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 、今
今からお仕事、あ、やばい、あと5分で始まる、あと5分で始まるからさよならします、ありがとう、アザラシの話聞いてくれてアザラシの話、アザラシの話、アザラシの赤ちゃんがいっぱい生まれてるんですよっていう話さよなら、さよなら。